ハンスグラースは、かつて、ディンゴルフィンクを拠点にしていた、西ドイツの自動車製造業者である。1950年代にバブルカーの一種である、超小型車、ゴッゴモビルを市場に投入して四輪車業界に、参入。1960年代には、イタリアのピエトロフルアのデザインによる端正なスタイルの1000、1000cc-1700cc 級乗用車で、上級クラスにも、 販路を拡大し、V 型8機エンジン搭載の豪車な大型クーペまで市販したが、請求な規模拡大が販売に結びつかず、不振により経営に行き詰まった。1966年の経営破綻後、工場設備等は BMW に引き継がれた。1895年に、技術者のアンドレアス・グラースは、ピルスティンクで農業機械の修理会社を設立した。 彼は社名をアンドレアス・グラース、蒸気機関農業機械修理会社とした。下器の機関は約16名の従業員が働いていた。1905年にアンドレアス・グラース社は最初の種まき機を製造し、その後グラースは冬季にも全従業員を雇用できるほどの仕事を得た。種まき機の生産量は年々増えていった。1905年にグラースは ディンゴルフィンクに支店を開設し、1908年にディンゴルフィンクで年産150台の種まき機の生産を開始した。生産量は年々増えていった。アンドレアスの息子であるハンス・グラースは機械技術を学んだ後、農業機械の技術改良や販売などに当たっていたが、1924年に父の会社に戻り、やがて会社を引き継いだ。 第二次世界大戦後、種まき機の市場は縮小していったためグラッシャは今後、どのような製品を製造すべきかを決定しなければならなかった。種まき機に続いて、小さなカロを製造することに決め、後には製パン用の機械を製造した。1940年代末、ハンスグラースは旅行で、イタリアのベローナに行き、そこで、ピアッジオのスクーターのベスパを見た。 彼はこの乗り物に夢中になり、自社工場でのスクーター製造を目論んだ。イタリア製スクーターよりもより大型の、流線形カバーを備えたグラースのスクーターは、ゴッゴローラーというペットネームを与えられた。後の、ゴッゴモビルにも引き継がれた、ゴッゴという奇妙なネームは、ハンスグラース自身の孫の愛称にちなんだものであった。1951年7月に生産開始された。 ゴッゴローラーは当初 125cc のエンジンを積んだが後に 150cc になり、最後には 200cc になった。1956年までに46,181台のスクーターが製造され、ゴッゴモビル社のためにスクーターの製造は中止された。 1953年からは 200cc9.5 馬力のエンジンを搭載し 250kg まで詰める荷物運搬用スクーターも生産された。グラースは1955年にリアエンジンの超小型自動車ゴッゴモビルを発表し市販開始した。この時代のドイツで流行した超小型のバブルカーの中でも比較的穏健な設計を用いており、 実用性が高かったため、250cc-400cc の2ストロークエンジンを搭載した。このミニカーは、市場で、成功。1958年からは若干大きな、700cc 級コンパクトカー、ゴッゴモビルイザールも追加された。グラースは、ミニカーカテゴリーに飽きたりることなく、1962年に、ピエトロフルアがデザインした 1000cc クラスの小型セダン。 グラース1004で通常クラスの小型乗用車市場に参入した。このモデルは当初から同弁機構に再知 C を採用しており、しかもそのカムシャフトの駆動にはチェーンでなく新技術のコグドベルトを世界で最初に導入している。1964年にはやはりフルアデザインのグラース 1300GT を市場に導入した。しかし市場での競争は激しく、 ゴッゴモビル以外の乗用車の販路は伸びなかった。1966年には、フルアのデザインになる豪車なボディに、排気量が2.6リットルギリギリの再一 c V 型8気筒エンジン搭載の 2600GT を発売した。しかしこれは、経営に、何の助けにもならず、同年遅くに、会社は BMW に売却された。 以後のグラース車は短期間 BMW により生産され続けたが、BMW 製エンジンが搭載された。グラース 1300GT クーペには1.6リットルの BMW エンジンを乗せ BMW1600GT と解消し、グラース 2600GT には3リットルのエンジンを搭載して 3000GT とした。3000GT はグラースブランドのままであったが、 車体の前後には BMW のロゴマークがついていた。1968年に BMW は独自の大型クーペ 2500CS を作り、これがグラスブランドの終わりとなった。277台の 2600GT と389台の 3000GT が製造された。最後まで生産が続いたのはゴッゴモビルであり、 1969年の製造終了までに累計28万台以上を生産した。グラース社の四輪車製造ビジネスでまともな成功を収めたのはゴッゴモビルだけであった。1969年、ハンスグラースはインフルエンザにより死去した。1966年末にグラースは BMW の一部となった。マイナスレイン型。 GT と1700セダンは最後の生産年度には BMW のバッジを付けられた。GT は再設計され BMW 製のエンジンとリアアクスルを搭載して1968年まで BMW1600GT として販売された。V8 はグラース製のより排気量の大きいエンジンを搭載して1968年まで。 BMW グラース 3000V8 として販売された。いくらかの変更を加えて製造された1700セダンは南アフリカ共和国の輸入業者により1974年まで BMW1800SA として販売された。国ッゴモビル T300、T400、T400 クーペ、グラースイザール T700 と、 グラース1204は1960年代にアルゼンチンでライセンス生産された。1962年に BMW は新しい BMW1500 を発売した。この車は非常に高性能かつコンパクトにまとまっていたが、特筆すべきは4ドアモデルが設定されていた点であり、それはこの車が高い人気を得る大きな理由となった。 多くの人々がこの車を購入し、経営難の続いてきた BMW は、回復軌道に乗った。この成功により、ミュンヘン工場の生産能力はすぐにいっぱいになり、経営陣はグラースを買収する決定を下した。それまでグラースはゴッゴモビル、新しい設計のイザールと、V8 を生産していた。1960年代末に、 BMW はグラスを閉鎖し、全く新しい生産設備を導入してディンゴルフィンクは、徐々に非常に重要な生産拠点となっていった。2008年の時点で、ディンゴルフィンク工場は、世界中の BMW の工場の中で最大のものとなり、2万2000人の従業員が5、6、7シリーズと共に、ロールスロイス向けのボディも製造している。ありがとうございます。